はい、皆さんこんにちは。本日はですね、メーカーさんから提供いただきました、まあとあるアイテムをですね、ご紹介させていただきたいんですね。まあそちらのですね、メーカーさんなんですが、コノバさんというメーカーさんでございまして、まああのカメラのですね、スライダー等で有名なですね、メーカーさんでございます。そちらのメーカーさんからですね、こちらですね、はい、このようなもの、ですね、あのレコードボタンですね、まあケーブルでつなぐことによって、離れたところからこうボタンを押すことによって録画の開始ができるボタンとなっております。まあこちらがですね、カメラケージ等でですね、撮影するときにとても便利そうだなというパーツでございまして、この後ですね、使用感等をですね、皆さんにお話ししていきたいと思うんですね。そしてですね、まず開封をしていって、どのような製品かを見ていただきたいと思います。まあまずですね、このような黒いですね、箱に入っておりまして、こちらを開けてまいります。開けますとですね、中はこういう風にですね、白い箱に入った状態でこのボタンがですね、出てきますね。でこちらを開けますと、まずなんですけど、はい、このようなですね、説明書ですね、簡単にどういったものに使用できるかとかですね、書いてある説明書になっております。でこちらですね、英語と中国語にですね、対応しているようでございますね。であとはなんですけど、ケーブルがこのように2セット、そして本体ですね、こちらになります。で本体ちょっと後に回しまして、ケーブルなんですけど、まずなんですが USB Type-C ですね、とこのマイクロ B のですね、セットになっております。ともう片方がですね、 Type-C USB Type-C と、あとですね、こちらがちょっと後でメーカーお伝えしますけど、このピンにですね、対応しているメーカーさんで使用ができるケーブルのセットとなっております。そして本体がこちらになっております。でですね、結構こうパッと持った時にですね、あ、しっかりとしているなという印象でございます。でこの後ろからですね、このコールドシュー、こういう形になっておりまして、こういう風にですね、ベアリング、ボールベアリングがですね、こう出ていて、しっかりとこう固定できる形状、要はスプリングでですね、こう押さえつけるような形になっていて、コールドシューに差し込んでですね、使用ができるものになってますね。で、簡単な使用方法ですね、皆さんにお伝えしたいと思います。もう単純ですね、カメラに接続をします。そして、まあ、接続というかですね、装着をしますね。まずこう、どっか、コールドシューの使えるところですね、装着をして、で、こちら、USB Type-C のですね、ポートがついております。に、このですね、ケーブルのいずれかを装着して、そちらをカメラに接続する。でこのボタンをポチッと押すことによってですね、収録が開始できるというものになってますね。でですね、対応しているものなんですけど、まあこのですね、説明書にこう書いてあるんですが、ですね、まずなんですけど、富士フィルムさんが XT3、XT4、XT5、XT20、XT30、XH2、XH2S となっております。そしてパナソニックさんから S5-2、S5-2 ですね、GH5、GH5S、GH6 となっております。これがですね、このちょっとですね、3.5 ミリプラグのような感じになっている方のケーブルが対応しているようです。そしてもう片方のマイクロ B の方がですね、こちらメインでもうソニーさんとなっておりまして、 α1、α7-2、α7S2、α7-3、α7S3、α7R3、α7-4、α7R、4、α7R5、α9、α9-2 となっております。で α シリーズで他に5100、6000、6100、6200、6300、6400、6500、6600ですね。で、あとはですね、コンデジタイプの RX103、RX104、RX105、RX106、RX107、FX3、FX30、ZV1 となっております。まあ、このようにですね、いろんなモデルがですね、対応しているので、該当するモデルはですね、これを便利に使うことができる。そして、どのようなシーンでですね、使うと便利なのかっていうのをですね、ちょっとこの後ですね、皆さんに見ていただきたいと思うんですね。はい、それではですね、この後こちら α9 ですね、ちょうどですね、先日私ですね、こちらを購入したところでして、まあ中古でなんですけどね、なのでちょうどですね、試すことができます。でこちらですね、こちらにパカッとですね、このカバーを開けることによって、このマイクロ B タイプのですね、 USB の端子があります。そちらにですね、接続することによって、こちらのですね、レコードボタンが使えるわけですね。まあ装着の方法はですね、これは私はとりあえずなんですけど、このようなですね、こういうふうに持てるですね、タイプの雲台、三脚、雲台と三脚、簡易三脚ですね、そちらのこのコールドシューがここにあります、こちらですね、にこのようにカシッと装着しますね。でこれ簡単にですね、ロックされますので、この状態にします。でこの後にこちら USB Type-C の方を
しっかりと接続をしまして、でここのですねソニーさんにこうマルチって書いてあるですねポートがありまして、これがマイクロ B なので、こちらにこういう風にプスッと差し込みます。でケーブルがですねある程度邪魔にならないような形にですね調整をしましたら、これで完成となります。でですね実際にこう電源を入れて、はい、このような形ですね、電源が入りました。そしてこのボタン、こちらをポチッと押すと、はい、ではですねこの α9 の方の動画をですねちょっと見ていただきたいと思うんですけど、こういう風にですね動画が撮影できております。こうすることによってですね、まあ、このように持ち歩くこともできるわけですね。こういう形で歩きますね。そうするとですねこうしっかりと手で持ったまま、あここで録画を止めようと思ったら、はい、こう戻ってきまして、このボタンですね、これをポチッと押すことによって録画が停止できるわけですね。はい、このような形で使用ができました。で本来はですよ、私はですね今ですねこのケージ付きのですねカメラを持っておりません。なのでこちらハンドルですね、このハンドルをカメラケージ等に装着した状態でこう持って撮影をします。こういうふうにカメラをですね下にあるとして、でその時に録画停止の操作をですねこのコールドシューのところにこちらをこうカシッとですね装着します。こういうふうに、でこのボタンをですねこう押したりすることによって録画の開始と停止ができる。こういうふうに使うとですね一番便利かなと思います。このようにハンドルを持って撮影するときに親指のみで操作ができる。このですねボタンがあるタイプのカメラとないタイプのカメラと、それが対応してる対応してないとかもあったりして、かつですねお持ちのものがこれに対応してなくてでもボタンをつけたいなっていう方とかにはですね、こういうふうにですねハンドル、既存のハンドルに装着をして、こういうふうにオンオフをするという使い方がですねとってもおすすめできるんじゃないかなと私は思いますね。はい、このような製品となっておりました。こちらですね対応している機種にはとても便利だと思います。ただですねどうせだったら私のですねこれ要望なんですけど、もっとですねこう長いケーブルにしていただく。でですね例えばなんですけど、今ですね収録しているところ、私が手伸ばしても届かないぐらいのところに FX30 を置いていつも収録に使用してるんですけど、この手を伸ばさないでもこの手元にですねこのボタンを置くような形にできる。そうするとですね録画の開始や停止が簡単にできるなと感じました。でまた最近はですね USB Type-C、 このタイプ C で動くかどうかってちょっとまた別の話になっちゃうんですけど、 Type-C で接続するカメラが増えてきている。それで USB Type-C でですね、まあ、録画の停止スタートっていうのができるとなおいいなと感じました。でもう一つ感じたのがこのマイクロ B の方ですね、これがまっすぐのタイプではなく、このですね、まあ、この Type-C と同じような形、 L 字に90度曲がってるタイプだともっとボディにですね沿った形で装着できて、まあ、出っ張っていてですねガンとぶつけたりして壊してしまう可能性があるなっていうふうに感じたんですね。なのでぶつかるリスクっていうのを下げるためにも、そういうコンパクトなですね作りにしてくれたらもっと良かったかなと思いました。ただですねこのケーブル以外でももしかしたら動くかもしれないので、またですねこう時間がある時にですね私の方でもまた試してみようと思っておりますが、このようにですね刺さる方にはとっても刺さるパーツなんじゃないかなと思いましたね。まあやっぱりですねハンドル等でですねカメラで撮影している時にいちいちこうボディを触らなきゃいけないっていうよりも、手元でポチッとボタンを押せるだけ、もう録画をスタートできるだけっていう風にしておけるっていうのは、まあそのですね作業の工程がですね一つ小さくなるっていうのもすごく価値があることだと思いますので、そういったところに魅力を感じる方はいかがでございますでしょうか。はい、ということでですね本日はこのコノバさんのですねこのレコードスタートボタンかなっていうのをですねご紹介させていただきました。このサイズ感とですね重さっていうのは結構面白くて、まあいい感じです。アルミでできていてですね、持った時にヒヤッとしてですね結構重みを感じる、ちょっとですね面白いボタンなので、何かですねこう使われる方はですねぜひ使われてみてください。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼いたします。バイバーイ。パッと。